はい、今日はトミカ博 in 横浜2017で行ってきました。これだね、カプセルトミカのトミカ博バージョンだね。開けてみよう、うん、何が出るかな。 GTR ちっちゃいね。開けてみよう。よし、お、でちゃんこれ黄色の GTR だね。他にもいろんな種類あるの。何がある？赤。赤もあったの。あ、リコは見せて。トミカ博って書いてある。トミカ博のカプセルトミカ、トミカ博特別版って書いてあるね。本当だ、 GTR のレッドとで、今回出たのがイエローだね。で、フェアレディ Z のレッドもあるんだね。ホワイトもあるね。インプレッサもあるね。レッドとオレンジだね。全部であれだね、6種類あるんだね。れいちゃん、これ欲しかったやつ、うん、これ GTR、 トミカの GTR。 これ大きさはちっちゃいの。本当だね。色が違うね。うん、だってじゃあ見せて。じゃあ、はい、はい、じゃあちょっと見てみようかな。これカプセルトミカの GTR だね。ちっちゃいね。で、横にはトミカ博って書いてあるね。で、ボディ自体はこれ全体がプラスチックだね。さすがに GTR のエンブレムとかはないけど、ボディデザインは GTR だね。で、通常のトミカと比べると、はい、こんなに違います。実はね、カプセルトミカだからちっちゃいね。カプセルトミカの箱かわいいね、これね。通常の箱と比べるとこんなぐらい違います。飛んじゃった飛んじゃった。で、てっちゃん、次はトミカ博 in 横浜でやったのはトミカ釣りだね。何もらったの、うん、これカニ。カニ、これ、え、これは草案作業者だね。アスタコってやつだ。あ、これイベントモデルなのかな。カラーリングが、うん、カラーリングが通常版とちょっと違うね。で、じゃあこれで挟んで、お、トミカ持ち上げた。これミニオンハッピーセット買ったね、トミカ博行くときね。ガブ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 。これ何、ベロが出るの。ベロが出てる。手も動くのか。あしたこでカチいで。出て出た。ミニオンやられちゃうの。やめてって。うわー、やられた。ベロが出たよ。ベロが出たよ。うわー、逃げろー。うわー、無理無理。うわー、やられた。トミカ博楽しかったね。でもちょっと遠かった、うん、うん。でもハッピーセット食べれたもんね、うん、ガブ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 。チョキ、あ、そうだね、チョキになってるね。じゃあグー出したら勝てるんじゃない。はい、じゃあ今日もよく遊びました。おしまいです。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。バイバイキー。はい。